浜松事件は1948年4月に静岡県浜松市で発生した高層事件。浜松大紛争とも呼ばれた。浜松戦後、市内の国際マーケットは在日朝鮮人が抑えていたが、闇市は敵屋の関東霊岸島、増谷一家分家が抑えていた。県議会議員となった服部ト助の後を継いでいったのが、小野組、小野近吉であった。 在日朝鮮人らは、在日本朝鮮人連盟の意向を背景に、地元の自治体警察であった浜松市警察の介入を許さず、金製品を公然と売りさばいていた。小野組の方は、比較的合法な物品しか売っていなかったため、客足が奪われることになり、小野組は朝鮮人に反感を持っていた。1948年3月には、浜松市警の巡査が、 賭爆の現行犯で、朝鮮人を逮捕しようとしたところ、帰り討ちにあって負傷する事件が発生。小野組は、その巡査を救出して、近くの病院に収容、病院周辺を警護して、朝鮮人の来襲を阻止するなど、一触即発の事態を迎えつつあった。4月4日夕方、朝鮮人が、小野組、組長宅を襲撃したことで、朝鮮人、小野組、 浜松市警の三つどもえの構造が勃発した。小野組は直ちに報復すべく会合を開いたが、朝鮮人はその会合場所を襲い銃撃した。浜松市警も構造を鎮圧するために出動したが、朝鮮人は天馬町交差点でこれを迎え撃ち、警察との間で銃撃戦となった。5日以降の数日間の戦闘で、死者数人、負傷者約300人を出した。 浜松市警は中流軍岐阜軍西部に憲兵の出動を要請し、400人の兵士が浜松に派遣されたことでようやく鎮静化した。この事件により、朝鮮人への評判は地に落ち、逆に、小野組は浜松市民有志から50万円の見舞金が送られた。同年8月4日、静岡地方裁判所浜松支部は17人に懲役6ヶ月から4年を言い渡した。 ありがとうございます。